皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、モンハンワイルズ体験版 GPU 性能検証をやっていきたいと思います。来年2月28日に正式版が発売されるモンスターハンターワイルズ、現在各プラットフォームで体験版で遊ぶことができるのですが、どの GPU を使えば快適に遊べるのっていう質問をお聞きするので、今回は私が持っている GPU でどの GPU ならどの解像度で遊べるのかを調べてみました。もちろんあくまで体験版での性能検証なので、正式版とは若干違うこともありえますので、その辺はご了承ください。ということで早速検証行ってみましょう。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。モンスターハンターワイルズに行く前に今回使用するグラボの紹介です。まずは NVIDIA GeForce から。使用するのは RTX4080 スーパー、RTX4070Ti スーパー、RTX4060Ti、RTX3080 の4つとなります。RTX2000 番台の GeForce を持ってる方からすると、この辺のグラボが買い替え検討になるあたりかなと思います。4000番台なら DLSS3 も使用できるので、どのぐらい FPS が出るのかも気になるところですね。続いては AMD Radeon の GPU です。使用するのは RX7900XTX、RX7800XT、RX7600XT、RX7600 の4つです。こちらはどちらかといえば、最新の7000シリーズの GPU を集めたといった感じです。AFMF2 も使えるようになったので、FSR と組み合わせてどのぐらい FPS が伸びてくるのか気になるところですね。そして最後はインテルのグラボになります。使用するのは ARC A770 と ARC A750 です。これらに関しては、私もしばらく使っていなかったので、ドライバ等の改善で少しは良くなっているのかの確認も兼ねてやってみたいと思います。ということで今回使用していく GPU でした。それぞれの VRAM 容量と現在の最安価格もまとめてみました。VRAM 容量については RX7900XTX が一番多くて 24GB。その次 26GB で RTX4080 スーパー、RTX4070Ti スーパー、RX7800XT、RX7600XT、ARC A770、RTX3080 が 10GB でその次になっており、そして最後に RTX4060Ti、RX7600、ARC A750 が 8GB のグラボとなっています。また最安価格については、後ろに映っているモデルに限らず、GPU のチップセット名で最も安い価格を記載しております。こう見ると RTX4080 スーパーと RX7900XTX、RTX4060Ti と RX7600XT、RX7600 と ARC。この辺が FPS でどのぐらいの差が出るのか気になるところかなと思いました。では続いて検証機のご紹介です。シュララ。今回使用する検証機はこちら。いろいろと悩んだんですが、AMD Ryzen 7800X3D を使って検証をしていこうと思います。マザーボードは X870 チップセットマザーボードで、メモリは DDR5-7200MHz の 16GB×2枚、Gen4 SSD 1TB に 360mm 間 SLA クーラー、80プラスゴールド認証 1200W 電源で行います。で、Windows 11なんですが、24H2 がいろいろと不具合があったりしたので、23H2 で検証を行いました。それ以外のドライバーやソフトに関しては最新のものです。CPU についても少しお話をしておきます。今回使用する AMD Ryzen 7800X3D ですが、ゲーム特化仕様の CPU です。CPU の単体性能ではこれの上に Ryzen 97900X3D や Ryzen 97950X3D などがあるのですが、ゲーミングシーンでのパフォーマンスに関しては上2つと遜色がありません。なので今回はこのゲーミング CPU の AMD Ryzen 7800X3D を使っていきます。11月には AMD Ryzen 7900X3D というのも出るみたいなので、正式版が出る頃には CPU の最適解も変わっているかもしれませんが、それでは実際にモンスターハンターワイルズをやっていきましょう。今回の検証についてですが、こんな感じのルールでやってみました。測定場所ですが、体験版でできる一番簡単なクエストのチャタカグラクエストを開始3分後の平均 FPS を計測しました。で、モンスターワイルズにはベンチマークがありません。なので、全く同じ動きをしていたわけではないので、平均 FPS に多少誤差があるかもしれません。二つ目は全ての GPU で解像度 4K、WQHD、フル HD の3種類、設定はウルトラ、最低のプリセットをそれぞれ計測しました。設定を細かくいじればエントリーモデルもある程度使用ができるみたいなんですが、今回はモンスターハンターワイルズに最初からついているプリセット設定を使用しました。またこれを計測する際は、フレーム生成技術は一切使わず、GPU そのものの性能を計測しました。
そして最後はアップスケーリング技術の検証ですが、GForce は DLSS3、Radeon は FSR たす AFMF2、Intel は Intel Xe スーパーサンプリングを使用し全てクオリティ設定で行いました。またこちらの検証は、4K、WQHD、Full HD の設定はウルトラでのみ計測いたしました。また FPS の測定なんですが、基本的には MSI のアフターバーナーで計測を行いました。ただし、AFMF2 の測定はこのアフターバーナーではできないので、AFMF2 の測定のみRadeonソフトウェアでの測定を行いました。なので、アップスケーリングの結果に関しては平等ではございませんのでご了承ください。では実際にそれぞれがどんな結果だったのか見てみましょう。モンスターハンターワイルズ。それでは実際に計測した結果を見ていきましょう。まずはアップスケーリングなしでの 4K の結果から。設定がウルトラの場合、アップスケーリングなしではどのグラボも 60fps を超えることができませんでした。ウルトラで平均 fps が高いもので RTX 4080スーパーの 46、RTX 4070Ti スーパーの 41、RX 7900XTX の 47 といったところですが、かなり重いのがわかるかと思います。設定を最低にすると RTX 4080スーパーの59、RTX 4070Ti スーパーの54、RX 7900XTX の64だったので、ウルトラよりは FPS が上がっていますが、これだと 4K60Hz モニターでも十分なレベルかなと思います。また RTX 3080と RX 7800XT は結構いい勝負をしていました。ただやはりこの結果だと 4K でのプレイは難しそうな数字ですね。下のエントリーモデルの子たちは、ゲーム自体動くことは動きましたが 4K でのプレイはほど遠いのでフル HD で頑張ってもらいたいと思います。続いて WQHD の結果です。ここで結構快適に遊べそうな数値が出てきました。設定ウルトラだと RTX 4080スーパーの74、RTX 4070Ti スーパーの68、RX 7900XTX の79が高いですね。最低設定でも RTX 4080スーパーの95、RTX 4070Ti スーパーの87、RX 7900XTX の106が高いのですが、これでもやはり WQHD の 144Hz ゲーミングモニターまでは必要ない数値ですね。確かに 60fps 以上は出てるけど倍まではいかないもんね。ここでも先ほどと同様に RTX 3080と RX 7800XT が結構いい勝負をしています。若干 RX 7800XT の方が高いです。先ほどよりは伸びましたがまだまだ数字的に厳しいエントリーモデルたちは次で挽回できるのか。ということでフル HD の結果です。フル HD まで下げればハイエンドモデルの GPU たちは安定して 60fps を超えてきています。アップスケーリングなしで RTX 4080スーパー、RTX 4070Ti スーパー、RX 7900XTX、RX 7800XT は平均で 60fps を超えていきました。このぐらいの数値になると実際にプレイしてても特に違和感なくプレイすることができました。また最低設定にするとその4つは平均 FPS が100近くまで上がっているのですがこれでもゲーミングモニターまで届いていませんね。フル HD でもゲーミングモニター必要ないの？さすがに 100fps 前後でゲーミングモニターは必要ないかと。エントリーモデルについては、RX 7600XT と RX 7600は最低設定だと 60fps 近く出ていました。アークについては、とりあえずよくゲームが動いた。と褒めてあげましょう。もう一つ、RTX 4060Ti については 60fps 付近まで数字が伸びていて、数字だけ見たら十分遊べそうですよね。確かにこれなら遊べそうな数値ね。ついでに言うと先ほどのエントリーモデルたちなんですが何か違和感に気づきませんか？違和感。あれ、なんで RX 7600の方が XT より数値が高くて、A770 と A750 の差がないの？そう、それなんです。今回検証した中で VRAM 容量が 8GB のものがこちらの3つだったんですが、こちらの3つは検証途中からテクスチャが崩れてしまい、モンスターが得体の知れない物体 X になってしまいました。おそらくテクスチャが崩れたせいで余計なリソースがなくなり、結果として FPS が上がってしまったんじゃないかなと思います。逆に VRAM が 10GB 以上のものに関してはテクスチャ崩れは起きなかったので、あくまで今現在だと 8GB のものは避けた方がいいかもしれませんね。もちろん細かい設定などをすれば大丈夫みたいではありますし、公式が製品版までにこの辺は修正してくる可能性もあります。確かにあの物体 X はちょっとひどいわね。ではアップスケーリングの結果も見てみましょう。こちらが 4K、WQHD、Full HD での全てのウルトラ設定でのアップスケーリングの結果となります。Radeon の数値壊れてない。AFMF2 と FSR の組み合わせの結果、ここまで数値が伸びたという可能性もありますが、先ほどまでゲーミングモニターなんていらない、って私が言っていたのが嘘のような結果となりました。RX 7900XTX に関しては平均 FPS が 4K で222、WQHD で270、Full HD320 だったので 240Hz モニターも目指せる数値です。
RX7800XT も同様に 4K で 135、WQHD で 170、フル HD で 220。この数値は本当にすごいですね。逆に RTX 勢は伸びてることは伸びてるのですが、そこまで伸びておらず、全体的に3割程度 FPS が上がっていました。もちろん、3割でも FPS が上がっていること自体はすごいのですが、ラデオンの伸びを見るとちょっと引いてしまいますね。アップスケーリングを主要として考えた場合、今だと RX7900XTX や RX7800XT なんかはいいかもしれませんね。フル HD での場合は RTX4080 スーパーや RTX4070Ti スーパー、RX7600XT もいいかもしれません。直射崩れが修正されれば RTX4060Ti や RX7600 もいいかと思います。あとはアップスケーリングした映像でもメガ大丈夫かどうかですね。メガ大丈夫ってどういうこと？アップスケーリングの機能自体はすごいのですが、やはりその分、映像に違和感があったりする場合もあります。FSR3 のフレーム生成で残像が残るという症状が出る時もあるみたいですが、それは公式が修正するという話なので、そういった違和感は減っていくとは思いますが、それでもアップスケーリングはしたくないって方もいるので、今回の全ての結果を並べてみました。スマホとかだとグラフが小さいので見づらい方は一時停止をしてください。今回のモンスターハンターワイルズですが、基本的にはフレーム生成の使用を前提としているところもあり、アップスケーリングなしではハイエンドモデルでも結構辛い結果でした。もちろん、すべてのグラボで今回ゲーム自体はできたのですが、やはり結果としては、それなりに GPU の性能は必要だなと感じました。今回中間設定は行いませんでしたが、4K ウルトラ設定での描写力が綺麗すぎて、フル HD の最低設定だと描写力がかなりなくなってしまった感も感じました。もちろん綺麗な映像を見るだけがゲームではありませんが、今回の結果が少しでも皆さんのお役に立てればと思います。ということで今回は、モンスターハンターワイルズ、全10台の GPU 検証でした。あんた的にはどうだった？さっきまとめちゃった感もあるのですが、モンスターハンターワイルズ、重すぎですね。確かに結構性能の高い GPU もあるのにあの結果は厳しいわね。まあもちろん今回体験版なので、正式版までに色々と変わるところもあると思いますが、パソコンで快適に、となると、RTX4090 ぐらいしか。あれ、そういえば RTX4090 は、壊れたままだよー。あ、ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃん、けん。ポン。またねー。